年月を経ると、こんなあのシュワシュワの J さんになります。もうあと少しで行くんでないかと思いますが、今生きてる限り皆さんに私の経験を話す機会を得ましたこと、大変嬉しく思います。なおかつもうそれが気になってしょうがない。なぜね、うちはピックアップされたか。そうだよね、この一周知らなきゃならないね。こんにちは。元気でしたか。こんにちは。それに、まあ判事がね、判決下す時にあんたはね、あの不満だろうけども違うと言ったら、またやり直したって1年も2年もまた元に戻るからって、それよりもね、もう執行猶予間違いないんだから入って頭下げれとね。まあそれでもしぶしぶ入ってた。これに対して社会の継承に俺の言うことが少しでもプラスになればね、 ありがとう、嬉しい、まあ、そういうことをね今取材に置いてる。で、明日もあんた行くとこ取るの？そうです、うん、変なとこ取らんねえないいとこな、いいとこ。うん、もう頼りだわ何でもだよ、うん、ね、密着するから気が来てねえよ、まあ、なんだよ。赤子のごとく慈しむってこういう建前でないかと。だけど天皇陛下と日本国民がこの純情な少年を1年何か月も刑務所にぶち込むってのは何だと、その時ムラムラと怒りが出る。それ言えばまたもっと逆戻りだから言えないから、この胸のモヤモヤを学生時代変えて絵の具で一気に変えた。キャンバスも何もね、そこら一旦拾って書いたのがこれなんです。だから、もう技術からすれば幼稚だけども、これはもう渾身の、あの、ほとばしり、あの、怒りの表現なんです。そして、まあ、あの、つけたりというのは、まあ、結局私を赤呼ばわりした。で、お前らが赤っていうのは赤になってやらって言った。妹の赤い帽子をかぶって、もう、へい、口には出さない精一杯の皮肉で、これはもうそういう最初のね、私の復活第一作の記念すべき作、あれが偶然出てきたからありがたいと思う、ね、生活、そして宮田さんの生活が入って、うん、で、今ある、あ、電話だ、出てくんないか、はい、これ何て言えばいいんだろう、筆者ですって言えばいい、あ、もしもし、筆屋さんの代わりに出てる、はい、健太郎です。